さあ始まりました、アンコウの釣りフィッシング、イサキ調理編やっていきましょう。はいはい、よう釣れた。はい、今回チョウか、これいっぱい。おばあちゃんにはテントいかんね。イサキが15匹と釣れてくれた。ほら、パンパンなソウダガツオ、とうとう赤身魚を釣ったよ。とりあえず鱗、もう鱗取りが一番大変だね、多分。そうだね、こんだけおるしね。ね、カツオは見たいけんよ。あ、なにこれ、鱗ないやん。どう思ってるこれ。ここら辺にだけ鱗がある。お、なの。めっちゃ剥がれたけど。ビリビリビリって剥がれたよ。なにこれ。ここら辺。しかも、めっちゃ強そうな。うん、鱗とさ、アジのさ、税後が刺さったようなさ、そんな感覚だけど。おお、まあこんなもん。はい、こんなもん、こんなもん、こいつはこれ強いね。ちょこちょこ登場する鱗取りだけど、うん、イサキとタイにしか使えんやつね。そうそう、あんまり使い道がない。なんかいいやつないかな。ずっと言ってるよ。うん、第1回から言ってるよね。第1回から言ってる。なんか、いい鱗取りがあったら、いい鱗、何年越しでもいいんで教えてください。約1年経ちました、あれから。そうだね、うん、未だにこいつでやっておりますので、うん、お願いします、誰か。はい、でまあざっとしか取れん、あれじゃ、この細かい部分が取れんもんで。はい、こんな感じね。はい、これで OK。一匹がね、一匹がね。はい、はい、これをじゃあ全部やっていきます。15匹。あー、15匹やりましょう。はいはい、はい、終わった。あー、終わった。はい、終了。はい、一番大変なのが終わったね。うん、ここからはサクサクっとね。サクサクっといきたいね。うん、一番辛いんだよ、あれが一番いいの。これだな。でかい、でかい。メジャーを持てい。はい、メジャーを持った。メジャーを持った、行くぞ。あれ、でも36。あ、こんなもん、こんなもんか。だいぶでかく見えたけど。そうだね、厚みがすごいでね。うん、厚みが、こいつの気迫が、うん、すごいね、ほんと熱い、ぐぐぐん太ってるよ、ね、絶対うまい、これは一番良いやつ、これ刺身。それ卵なの。うん、卵と白子の違いがいまいちわからない。卵と白子の違いがわからんって、それさ、お前もしさ、魚に捕まってさ、うん、謝って。ごめんなさい。はい、やっぱり、うん、貝よね。でっかい。36とは思えんよね、うん、やっぱ厚み、厚み。おお、綺麗だわ。見て、あばらね。あばらすくうのが結構苦手なんだよね。なんか身がもったいないって思っちゃうじゃん。そうか、ね、食いしん坊だもんでね。何がれって言ってるの。お刺身。お刺身、お水の中入れて。もうね、英才教育というよりね、切り身をね、あれだから塩水の中に入れるっていうのをね、分かってる。めっちゃ美味しそう。ほいで、今回も皮使いますんで、そのまんま。わー、綺麗。まぶしい。これ腹の方やばいんじゃない。うん、これ腹の方やばい。容赦なく洗う。容赦なく洗って、塩水にドボン。はい、あー、すごいすごい。
油が浮いてくる、やっぱ水気を取る。油もすごいし、厚みもすごい。すごい魚は長さだけじゃないよ、うん、よく水気を切る。炙るから。そう、炙るからね。炙ります。はい、炙りましょう。あ、すっごいいい匂いがする。なんかこう、香ばしい匂いだけじゃなくてさ、こう、旨味成分のさ、あ、うん、匂い、わかる。おい、ぶち込み、そのまま水をバーン、すかさず冷やすってやつ、うん、そう、はい。クヨブラ、まだ買ってない油な気がするだが、もったいないね。この氷水すすりたいぐらいよし、はい、じゃあしっかり冷えたらこれで水分切っていくね。はい、はい、半分刺身、うん、半分はお茶漬けのために漬けにします。この間やって美味しかったタイの昆布締め的なあれをイサキでやって、それで茶漬けをやる。美味しそう。梅昆布茶だよね。そうそう、熱っ。いや、前全然もっとすごい薄かったって。おお、油が出てきた。うそ、こりゃやばいね。お茶が、お茶がすじゃあ、これが昆布締めよ。そう、普通の昆布茶の3倍濃いタレを用意。うまそう、マリネみたい。え、ふみってマリネ好きだっけ。好きじゃないけど。はい、今度はソーダくんね。うん、ソーダくん。俺人生で初めて釣ったカツオだから、これ。私人生で初めてカツオ食べるよ。は、生は。え、そうなの。え、だってカツオのたたきなんて食べたことないし。もう即サバ折りで血抜きしただよ。でもデロデロだね。うわ、すっごいオキアミ食ってる。これオキアミ？オキアミ食べ過ぎじゃね。めっちゃ食ってる。いや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 、食べ過ぎだろ。しかも女の子でした。ずいぶん食いしん坊な女の子だね。これ卵なの？卵。うん、だからさ、カツオの半魚人に捕まってさ、え、お前女なの？やだろ。やだ、怒る。うん、怒れるろ、うん、謝って。ごめん、カツオくん、ちゃんちゃん。赤身って初めてだよね。うん、ちょっとテンション上がっちゃってさ。ね、うん、それは皮を食べる皮なの、あ、魚なの。そう、うん、皮を食べる皮。ちょっと浮ついとるら。浮ついとる、ちょっと。なんか丸いね。うん、なんか、なんか、なんか、違う、なんか一緒だと思うよ。すごいシンプルなものだと思うんだけど、ちょっとね、浮ついとる。一緒だった、うん、あれ、滝沢もカツオ釣れただっけ。そうそう、あ、じゃあきっと今頃苦戦しとるね。うん、浮ついとる、浮ついとるね。うん、真っ赤だよ。真っ赤だね。あー、なんか変と思った。これ、普通こう細いじゃん。ここに骨がある。こうまでこんなんなのにこう太くなってる。ここ、ほいで気をつけて。こいつなんでカツオのたたきってたたきにするか、アニサキがおるって。あ、カツオってアニサキがいるんだ。うん、アニサキって言うかも専門で、その表層を炙るのと、皮を食べたいもんで、この皮を食べれるように炙る。じゃあつけて、水気取ったやつ。じゃあな、カボネ。うん、そう、血合い骨。あ、血合い骨。よし、はい、はい、こいつはバーナー。皮が結構ごっついもんで、皮をしっかり炙ってる。すかさず冷やす。はい、すかさず冷やす。はい、じゃあ冷やしたらすかさず水分を取る。ほら、わー、ちょっと小ぶりだけどさ、ぽいぽい。これカツオのたたきでしょ。たたきだね。あー、こんないいっすね。叩きって感じでしょ。叩きって感じ、うん、本物っぽい。オッケー、オッケー、ちょっと冷やしとこう。はい、あとは盛り付けて食べましょうな。そう、あとは盛り付けて食べましょう。はい、楽しみです。はい、はい、じゃあいただきます。やっと食べれるね。ああ、茶漬けだよ。茶漬け、梅昆布茶で魚を2時間ぐらいつけといた。つけといて、
それで、あと普通の梅昆布茶ぐらいの。うんうん、うん、あ、うまい、うま、最高、うん、最高、うまいね。もう食べてみよう。うん、これ、頑張ったでしょ。醤油だよね、最初。うん、うめえ。うん、なにこれ、うまい。いや、全然うめえ。すっごいな、うん、これ、今までの刺身の中で一番うまいかも。おお、これ相当うまい。釣りたて初日に食べるコリコリ感と寝かせた旨味感が両方出とるぐらいの感じだけど、うん、カツオも行こうよ。ごめん、イサキばっかり。カツオ行きます。ソーダカツオ、ポン酢だね、これは。まあまあ、うん、うん、あれ、うまいんじゃない、うまいんじゃない。味ギュッと凝縮されてる。臭みはどうなの。ない。今日の刺身、どあたりだわ。これはごちそうだわ。やっぱイサキはこの時期だな。ね、うん、これだよ、やっぱこれこれ。どっちがいい、うん、カツオにしようかな。うん、まあまだどうせ切れっぱしが残ってるから。あ、じゃあ後で。なんだ。結局はね。まだあるの。じゃあもうこれで終わりなのかと思ったわ。いや、あるよ。よしよし。まあ。おかわりでね、あっという間ですね、うん、完食が、はい、もうなくなっちゃった、ね、厚尾がね、そんな美味しくなかったらさ、まあ残りの半身はさ、適当にやってにしようと思ったけどさ、うん、こんだけうまいだったらやりたい、ね、やっちゃう、やっちゃう、あれやる、あれやっちゃおう。じゃあやろう、次回カツオのステーキ、うん、うん、はい、次回調理編パート2、うん、俺の超カニまた行く。調理編って言っとるのに。